UX は日本の民間輸送機計画の一つ。ボーイング767に発展した X に続く計画でアメリカ合衆国のボーイングとの共同開発により、ボーイング 7J7 となった。X よりも国内比率向上を目指したものの完成に至らなかった。X がアメリカ合衆国ボーイングとの共同開発になって以来、 民間輸送機開発協会では適当なエンジンが見つからずに立ち消えになっていた YS-33 構想を復活させようとの機運が高まり、1979年にローカル路線に使用できる100席クラスの小型輸送機を開発する計画が持ち上がった。これが後に UX と呼ばれる計画である。日本政府はボーイング767での実態を踏まえ、 ys-11 の精神を引き継ぐ日本独自の計画として検討を開始した。だがこの頃、日本の自動車業界の急成長によって欧米の自動車会社が圧迫されており、特にアメリカでは対日貿易赤字が増大し続け、対日感情が悪化し始めている時期であった。このユックス計画が公表されて間もなく、X 同様に 国際共同開発の打診が日本にもたらされた。特にアメリカは日本が自動車だけでなく航空機にも本格的に参入してくることを恐れ、脅迫にも似た共同開発打診を行った。協会も X の時と同じく海外へ調査団を派遣したが、調査によって130席以上の大型化が必要であるとされた。 1984年、幾多の変遷がありつつも、アメリカの対日感情悪化を恐れる日本政府に配慮する形で、日本航空機開発協会に民間輸送機開発協会が新名和工業と日本飛行機が加盟したことから海藻は、ボーイングが参加を打診した 7J7 を共同開発することを決定し、第一次了解をぼ描きを交わした。この時に決定したユ 7J7 の概要は以下の通りである。X の分担比率15%よりは向上したものの25%では日本独自の計画とは言えない。姿形もボーイングの移行によって開発途上であるグロップファンを搭載するなど当初の YS-33 構想とも日本独自の計画とする当初の日本政府の意向とも 大きくかけ離れた計画となってしまった。このアメリカに屈する態度は、後に日本の防衛課題にアメリカが露骨に介入した次期支援戦闘機にまで大きな影響を与えるものとなった。プロペラ機は低速時の安定性に優れ、低空飛行と短距離での燃費の良さが魅力であるが、通常のジェット機よりもスピードが遅いことが難点で、 機体の振動と騒音が大きく乗り心地の悪さにつながっており、エアラインはプロペラ機を避ける兆候があった。プロペラ式となる新型プロップファンエンジンは噴射式のターボファンエンジンに比べて燃費が良いことが挙げられ、運行費の10%低下をエアラインに強調するつもりであった。また、プロペラ機ながらマッハ0.75の速度に達することができ、 ターボファンに引けを取らない低振動、低騒音の高性能エンジンと新型プロペラを搭載することとした。価格はエアバスの A320 波を目指すこととしていた。1978年に発生したイラン革命の影響でイランの石油採掘が中断され湾岸の不安定化を危惧した先進国はのきなみ石油資源確保に動き、1979年にはオペックが 石油価格を大幅に引き上げたため、原油価格が高騰して、第二次オイルショックとなった。エアライン各社は燃料費高騰にあえいでいた。この頃開発されていた同クラスの機体は、エアバス A320、マクドネルダグラス MD87、88があったが、いずれもターボファンエンジンであった。あえてボーイングが、プロペラ式を選んだ理由は様々に語られるが、 やはり燃費の良さを訴えるためだったのだろう。ボーイングはターボプロップの良さを宣伝し、やがてそれは彼らの上等手段である避難合戦となってしまった。ユークス7 j 7には様々な先進技術が採用される予定であり、主翼、電子機器に先進技術を採用するほか、複合素材を使用したプロペラ、双方向データ通信システムなどが盛り込まれており、 新タイプの旅客機が登場か、などとマスコミに持ち上げられた。最重要課題は、低振動、低騒音でなおかつ高出力の先進プロップファンエンジンであったが、ゼネラルエレクトリック社の GE36 が採用される見通しとなった。石川島張間重工業は、GE36 を自社でライセンス生産することを考え、独自にターボプロップエンジンを研究しておく必要から、 特別認可法人基盤技術研究促進センターから助成金を受けてエンジンの研究に取り掛かった。1986年ユーックスとは別にイエセックス計画が始まったがイエセックスにユーックスと同じプロップファンエンジンを搭載する可能性があり市場調査と技術検討が行われた。結果次第では GE36 となったかもしれないが 開発の遅れから実際には既存のターボファンエンジン方式となった。イエセックス計画が始まる頃、ユークス7 j 7はエンジン開発の不調があらわになり、急速に停滞し始めた。その上、ボーイングの販売も不調であり、この時点で受注冷気というありさまだった。新エンジン開発が長引いて開発費は高騰し、当初見込んだ販売価格はとても達成できなくなっていた。 その不調エンジンに対してエアラインは不安をあらわにしていた。また、当初ボーイングが見込んだほど第二次オイルショックの影響は大きくなく、原油価格の冒頭はすぐに収まった上、下落が始まっていた。その上、ターボファンエンジンの高性能化によって燃費も向上し、もはや 7J7 に何の魅力もなくなった上、1978年の 米航空業界の規制緩和によってエアラインは過酷な値下げ競争にさらされており、経営が極度に悪化していた。その上に、さらに不安定要因となることが明らかな 7J7 を購入する企業はついに現れなかった。1987年には、ボーイング社内での 7J7 計画は事実上中止となっており、代わりに既存の737回収計画が進められた。 1993年10月、ボーイングは正式に 7J7 計画の凍結を発表した。ボーイングに依存しきったユークス計画もここに継い得たわけである。エンジン開発の不調や受注ゼロという事実は事前に知っていたものの、やはり日本側に与えたショックは大きかった。しかし、翌月の発表がさらに日本を追い詰めた。 ユ x をスり退けて開発した7 3 7十七ネクストジェネレーション800型11月、ボーイングは737を改造開発する110から160隻の 737X を発表した。747X 計画に開発費を回すためにも新たな機体を開発するより開発費を抑えられる既存機の回収という堅実な方法を選んだのだが、 この開発に日本は誘われなかったどころか、韓国の大韓航空が開発参加を表明する状態だった。7J7 の共同開発契約国である日本に何も知らせないまま、7J7 と同時に同クラスである 737X の計画も着々と進めていたことを表していた。もっとも、ボーイングが自社の計画を日本へ知らせる義務はないものの、 日本航空機開発協会は、ボーイングの真意を確認するとともに、737X への参加を要求した。ボーイングは、対中国接近を狙うビル・クリントン政権の思惑のもと、中国、韓国に比重を移しており、737X にも多数の中間企業が下請けを受注しているとの情報を得た協会は、完全な日本軽視に対してボーイングに抗議。 ユークスの代償として 737X の開発参加を要求したが、後々から参加できる余地はなく、ボーイングは医者料として日本企業に部品を発注したが、わずかに下請けを与えたに過ぎなかった。737X は、737NEXT GENERATION シリーズとして好調な販売を続け、国賓輸送にも採用されたボーイングビジネスジェットや、 軍事の紹介機 P-8、早期警戒感正機 E-737 などへ発展した。ビル・クリントン政権が中国寄りとなり、ボーイングも完全に日本を見放したかに思えたが、一方のボーイングは国際分担によって開発費を減らしたいという思惑があり、大抵納期を守ることに加え、低価格で高品質な技術力と、気前よく開発費を拠出する。 日本側を無視できなくなっていた。この後、ボーイングはボーイング747とボーイング767の間の350隻クラスとなる、中型旅客機7から7の共同開発を日本に打診したり、ボーイング787の開発の協力要請を出すなど、ボーイングと日本との関係は未だに深い。ありがとうございます。